皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。本日はお一人様の相続財産編というテーマでお話をしたいと思います。お一人様の相続って言葉はあまりお聞きになられたことないですかね。我々の業界では徐々にこういう言葉が出始めてます。自分が財産、自分の亡くなった後の財産のことを考えた時に、自分の周りにはもう一人暮らしで家族がいないんだっていうような方が対象になってくると思います。基本的にはお子さんがいらっしゃらない方で、お子さんがいらっしゃらなくて、なおかつ配偶者に先立たれた、あるいはもともと独身で結婚されなかったという方、こういう方が典型的なパターンになってくるのかなというふうに思います。最近こういう方増えてます。やはり結婚されない方も増えてますので、今後ますます増えてくるのかなというふうに思います。こういう方の財産がどういうふうになるのかってことを今日は整理しておきたいと思います。まずですね、2つのパターンに分かれます。子供がいない、配偶者もいない、親の代も亡くなっているというパターンで、兄弟がいらっしゃる方、それと兄弟がいらっしゃらない方、この2つに大きく分かれます。まず兄弟がいらっしゃる方について考えていきたいんですけれども、兄弟がいらっしゃる場合は兄弟は相続人になりますよね。で、もし兄弟が亡くなっていれば、高齢の方の場合はもう兄弟は先に亡くなっているという方も多いと思います。そういう場合は兄弟の子供、このような子供までは相続人になってきます。その場合はやはりお子さんいらっしゃらない方の場合は、お子さん、姪子さんとかでいろいろとこう面倒を見てくれた方とかいる場合があると思います。あるいは兄弟で特に仲の良かった兄弟、いろいろと面倒を見てくれた兄弟がいるっていう場合、そういう場合はそういう方たちに財産を残してあげたいっていう気持ちになると思います。そういう気持ちが固まったであれば、遺言を作ってその兄弟、あるいは姪子さん、親御さんに財産を残したいというふうにきちんと書いてください。そうすればですね、兄弟相続の場合は遺留分の問題はありませんので、確実にその内容が実現します。他の兄弟の同意を得るとか、そういったことは一切必要ありません。次に兄弟がいらっしゃらない方の場合、兄弟がいらっしゃらない方っていうのはですね、子供がいない、配偶者がいない、親の代も亡くなっている、兄弟もいないっていうふうになると、相続人がいないということになります。相続人がいない。そうするとどうなるかというとですね、家庭裁判所がその方の財産を監督してくれる人、管理してくれる人を選んでくれます。で、その管理してくれる人が相続財産を管理して、相続人に準ずる方、内縁の配偶者だったりとか、特別に関係にあったような方、そういった方いませんかっていう調査をします。で、そういう人もいないってことになると、財産を全部お金に変えて国のものにするという手続きを踏むことになってます。ですから、特にお世話になった方、仲のいい友人、世話になった会社、施設、そういったところに財産を残したいっていう気持ちが固まったのであれば、これも遺言でそういうところに移送するっていう準備をしていただければなというふうに思います。今日はお一人様の相続財産編ということでお話をさせていただきました。ありがとうございます。